小さな家に生まれた俺は幕府の御番医になるつもりで3年間長崎へ遊学した。ところが江戸に戻った俺に命じられた行き先は小石川養生所。なぜそんなところへ。芽吹く支度の緑たち、昼夜の別なく後期使われて給与だって最低だっていうのに、医者になんかなろうとした自分を呪いたくなりますよ。失礼します。新出居城だ。安本昇です。おいおい、違う、ドバーッと。私にとって大切な方です。貧しい百姓のうちに生まれた私は13の年から伊勢屋に奉公に上がりました。お嬢様は奉公人の私にも優しくしてくれました。そのご恩に報いるために私はここでお世話をしているんです。畳はな、湿気や埃を吸って不潔極まりないもんだ。頻繁に畳替えのできない貧しい者にとっては板張りの方が病気を防ぐにはいいんだ。赤ひげなんて言い方よくありませんよ。何言ってんだ。これでもまだ遠慮してる方だぞ。本当ならバカひげって呼びたいくらいだ。バカ安。バカな安本、あなたのことです。おゆみ。おゆみ、何をしてる。やめろ、やめんか。ちゃんと仕事しろよ、昇る。ずっとここにいるつもり。もちろんです。確かに仕事はきついですが、勉強になることは多いし、きっと将来の役に立つと思っています。そう。今の我々にできることをやらなければならないことは何だ。貧困と無知に対する戦いだ。世の中にはどんなに懸命に働いても貧しさから抜け出さない者も多い。そしてその貧しさゆえ知恵もないまま病に侵され倒れていく。貧困と無知、こいつに打ち勝つことで医術の不足を補うほかはない。しかしそれは政治の問題だというんだろ。先生。だがな、これまで政治が貧困や無知に対して何かしたことがあるか。人間を貧しいままにしておいてはならん。そんな条例が一度でも示されたことがあるか。政治やめんな。どうやめてくれ。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 本当か嘘かは分かりませんが。心配だね、安本先生。はい、まだ意識が戻らないって。そうですか。心配だね。心配ですね。心配やな。もう何ですか。安本